いつも見てくれてありがとうございます。久々の更新です。ラクエイドタブレットのレビューをしたいと思います。はい。ラクエイドを知らない人のために簡単に言うと、まあ、ここにですね、ビフィ、表示がありまして、まあ、停止して読んでくれたらいいんですけども、ビフィズス菌なんですよね。が、要するにヤクルトですよ。ヤクルトのタブレットバージョン。タブレットバージョン、これですね。タブレットバージョンなわけですよ。で、ヤクルトは乳酸菌、あの一つのところに100とかそういうぐらいなんだけども、これはなんか3億。ビフィズス菌が3億くらいいるんですよ。あの3粒食うだけで1億か。はい。乳酸菌30兆個配合って書いてあるんでね。はい、一袋多分。の1ヶ月分であるんですよ。で、僕はその健康のために買ったわけです。で、最初の動画を見てくれた人はわかると思うんですけども、まあ僕はまあ大腸がんの疑いがあって、でまあカメラぶっこんで調べてみたら別に大丈夫だったんだけども、まあそれを機にちょっと腸内環境を良くしようと思ってこれ買ったわけですよ。で、単品で買うと1万5千円ぐらいで、で、年、継続契約をすると、まあ、半額の7500円なわけですよ。まあ、買うそれしかないなと思って。僕は去年の12月から始めて、現在2024年の、8月なんですけども、結局8月で僕辞めたんですよ。はい。で、まあ、結論から言うと、これ良かったのか悪かったのかって話になると、まあ、良かったんですよ。もう食べてね。なんですけど、ね、また食べる、食べる。で、これ食べると、まあ、1日3粒なんですけど、美味しい。うん。ラムネが好きな人最高。うん。美味しいんですが、じゃあなんで、良かったのにやめたか。で、効果はあったのかって話だけど、まず効果はあったような気がします。はい。ような気がするんですよ。うん、なんかね、結局これだけじゃなくて僕ヤクルトか乳酸菌の飲料も液体の方も飲みまくったわけですよ。で、どっちかっていうと液体の方が効いてたっていうような気がしたんですよね。で、やめた理由っていうのは、ともお金がやっぱ1ヶ月7500円はきついっていうのと、あと正直僕にとってはこれが効いてるかどうかっていう話だとあんま効果薄いなと思ったんですよ。それよりも、R1 とか、ヤクルトの1000のやつあるじゃないですか。そっちの方が効いてるような気がしたわけですよね。なので、まあ、両方飲んでて、うんこは確かに出るようになったんだけども、こいつのおかげな気はしなくなったわけですよね。一時期これだけにしてみようとか、自分試してみたんだけど、やっぱりね、うんこが出始めてからは、なんか、別にそのいう R1 とか頼らなくてもいけるんじゃねっていう感じになったわけですよ。なので、結局、僕にお金がめちゃくちゃあったんなら、これは多分使い続けたんだろうけど、まあ、7500円やっぱ地味に痛い、毎月。毎月7500円痛い。っていうのと、そこまでこいつの恩恵があるかどうかっていう話になってくると、あんまりそんな感じはしなかった。自分体感的に実際はあったんだろうけど、はい。なので、まあ、やめたわけです。なので、じゃあ、これから買おうと思っている人が、じゃあ、実際どうなのよっていうふうに思うと思うんですけども、効果があるかないかは、まあ、もちろん人次第なんだけども、別になかったわけではないと思います。はい。でも、僕は液体の方が良かったなと思って、その R1 とかを1日2本ぐらい飲んでたんだけども、そっちの方がちょっと効果あったなと思ったので、まあそっちに切り替えます。つまり、お金がめちゃくちゃある人にとっては、これ別にやめる必要してないんで、もう液体とこれを使えばいいと思うんだけども、マイナス、R1 じゃない、じゃあ1日2本飲むとしたら、1本僕のところで安くしてあるから1本100円で売ってるんですけども、1日200円でしょ ?200 円かける、30日で、だいたい6000円なわけですよ。そうなってくると、6000足すこいつで13500円でしょ?高いじゃん。で、さらになんか飲んだろうと思ったら、もうガンガンするわけですよ。なんで、結局これはもう、いろいろ、もうこれどうかな?もう6月、3ヶ月前あたりからもうちょっといいんじゃねっていう気持ちになってたんだけども、もう、
やめようかなっていう気持ちになってたんですけども、まあついに今月やめましたって話なんだけども、お金さえあれば僕多分続けてます。でもお金がもうちょっと厳しいっていう話で、まあ結局こいつをやめることにしました。はい。なので、何度も言いますけども、これからやろうと思ってる人は、お金に余裕があるんだったら、まあとりあえず買ってみよう。まず買ってみて、その、年契約じゃないんですよ、これ。継続契約だから、例えば、継続契約で、じゃあ、買いましたと。で、いつまで買い続けなきゃいけないんだって話なんだけども、実は1年経たなくても別に解約金もないし、7500円だから、いいんですよ。変な話、聞いたけど、1ヶ月で辞めてもいいみたいな感じで、電話して聞けばいいと思うんですけども、確か当時僕、去年の11月に聞いたんですけども、1ヶ月でやってみてダメだったら辞めてもいいですよって言って、その時に1万5000円になるわけじゃないですよって言ったんで、いいはずなの。とりあえずね、試してやってみたらいい。で、俺はなんか、本当に最初の時は、なんか聞いたような気はしたんですよ。したんだけども、R1 とかの液体の方を飲みまくってた方が効果があったなと思った。最初の方。で、いろいろ試してみた結果、R1 の方が良かったなって思ったんで、まあ、これはこれで意味はあるので、まあ、ぜひぜひこちらお試しくださいっていう感じです。はい。もう、なんかちょっと、この動画の内容じゃちょっとまだ深くわかんねえよって人は、ぜひコメント欄で、つけてください。まあ、答えれる内容だったら答えます。ちなみに、電話機、ちゃんと電話番号、この、楽エイドの電話番号がここに書いてあるんで、ここにね。わかりやすい、詳しいことは、業種じゃないとわかんないことは、ここに電話して聞きましょう。ちゃんと電話出てきてます。で、対応もしてくれました、実際。なので、こっち。ただ、この電話だけじゃわかんないよっていうような内容は、要するに、食べてみてどうだったのかとか、そういう系ね。だったらちょっとなるべく答えたいと思いますんで、よろしくです。じゃあ、いつも見てみてありがとうございます。はい。更新もね、今ね、ちょっといろいろね、やりまくってて、ちょっと、なかなか上げれないんですけども、頑張って上げていきたいますんで、よろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバイ。